はあ、どうしたの？私の彼、この戦いが終わったら結婚しようって言ってたのに、2年も待たされてるんです。ふん、約束を守らぬ男など切ってしまえ。そうですよね、やっぱり切った方がいいですよね。うちの旦那が浮気してるみたいで、姑が意地悪なんです。隣に住むおっさんのいびきがうるさくて。切れ。なるほど、やっぱり縁を切るくらいの覚悟が必要なんですね。ふん、